はい、こんにちはレトスの野です6月26日の三問に入っていきます委任による代理人は本人の承諾を得た時またはやむを得ない理由がある時でなければ副代理人を選任することができない丸か罰かという問題です 考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、丸ですね。委任による代理っていうのは、任意代理のことを指すんですね。で、代理には、法定代理と任意代理の二つがあるんです。で、今回は任意代理の問題です。で、任意代理では、本人の承諾があった場合、やむを得ない事情がある時のみ、副代理人を選任することができるんですね。 でこれっていうのは覚えるよりもイメージがすごく大事です。これは法定代理と任意代理、この2つの違いについてもイメージが重要ですしまた、なんでこの場合のみ副代理人を選任できるか、これもイメージが必要なんですよね。この点については短期講座の受講者様には別途動画がありますので、受講者専用のメルマガの方から動画をご確認いただければと思います。で続いてです。 公検知事免許を持った宅検業者 A が営業保証金を金銭のみで供託している場合、免許替えにより、えー、主たる事務所の、えー、最寄りの供託所が変更したとき、A は地対なく変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管えを請求しなければならないルかバツかという問題です。これは丸ですね。 まず金銭のみで供託していて、まあ、免許買いによって供、えー、託所が変わるとい、まあ、った場合保管買いをするんですよねでこの保管買いっていうのはどうやってやるかっていうとこの変更前の供託所に請求するんですよ保管買いの請求するんですねでどんな請求するかっていうと新しい供託所に営業保証金移してくださいねっていう風に請求するんです あくまでもこれ請求先っていうのは変更前、現在の教託所なんですね。この点を注意してください。変更後の教託所に請求するわけではないので、この点は注意しましょう。で、問いさです。都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ〇〇および〇〇の意見を聞くとともに〇〇に協議し、その同意を得なければならない。確固に当てはまる言葉は何でしょうか。答えは 都道府県が都市計画区域を定める場合あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会この2つの意見を聞くとともに国土交通大臣に協議しその同意を得なければならないっていうことですこれは都道府県が都市計画区域を定める場合の手続きの流れです一方で国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合定める場合の手続きの方法っていうのは あらかじめ関係都道府県の意見を聞くっていう話なんですね。つまり若干違うんですよこの辺りは対比して覚えておきましょうこの点については注意事項があります注意事項については短期講座でお伝えする流れとなりますので短期講座の受講者さんについては受講者専用のメールマガからご確認くださいえこの点については勘違いしてる方非常に多いのできちんと押さえておくべき部分です今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした